まあ、中断つってもすぐ取り直すんですけどね。さあどうするか。階段がもう行きたいんだ。もうここ階段ある、絶対ある。うざけんなよ、なんで階段ないの。ひえー、眠ってしまった。起きて、危ねえ、怖えー。カラクロイドとかいう地獄、ここにある、階段ある。うわ、ねえのかよ。桜の杖、なんなんだこれ。識別持ってなかったっけ。識別あるよな。読もう、識別を読んでおこう。桜の杖キラリヘル。あ、起きてる、起きてるよ。忘れて、僕のことは忘れて。ここにないのかよ、ここに。嘘だろ、マジ。え、どこ。でもこれシューベルおるから、この罠を踏んで強行するにはまだ早いでしょ。だどうすんだ。やり過ごしの壺に入る。何もないね。はい、忘れた、俺のこと忘れた。あ、これ3回使えるんだね。イエーイ、イエーイ。これはよし、普通の速さに戻った。ヒエー、こいつどうしよう。吹き飛ばからの場所替えとかやりたいんだけどな。とりあえず引き連れるか。引き連れていいか、引き連れていいのでしょうか。骸骨窓の杖、これ回数気になりますね。骸骨窓、とりあえず引き連れよう。あ、これダメでは。骸骨窓振るか一回。頼む、何も起きなかった。ひえー、ドラゴンソウはダメ、ネギリドウタヌキダメ。まあ背中あるしガチるか。いてー、いてー。で、これ背中を押す。ちゃんと物が見えなくなるスイッチか。これは何なんだ一体。あー、落とし穴、危ねえ。ここまでのマジかよ、本当にもうどうにかしてくれよ。これ錆びるやつじゃねえか。これ外す。あ、大丈夫か。ひえー、ちょっとこのね、もうなんでこんなにないの。地獄だよ。熱田、熱田神宮、地下水脈の村。あ、ここまでたどり着きましたね。ここ初だわ。ここは幻の町というところか。ちょっとここちゃんと見たことないから探索してみよう。宿屋がある。あ、腹減ってるし宿屋に泊まった方がいいな。よう、ばあちゃん、ここは宿屋じゃ。2000円、はい、持ってくる。まあしょうがない、背に腹は変えられん。2000円って結構高えな。道中気をつけてな。2万円ってなんかこれもう女の人のこういうエッチなサービスがついた宿屋ぐらい高いかもしれない。ゴールドって1000円なのかな。黄金のコンドル知らんな。けどそういえば滝から金色の羽が流れてくるとこだったら知ってるじゃねえか、お前もほとんどそれ。おかしいだろ。あとはここから登ってきたのか。お店とかあるんだよな、確か。初見ですけど。ここお店では、ティリティリティティ、ありがとうございました。いや、違う。見切りまたある。保存の壺、毒消し草、復活の草って何これ。説明、一度だけ生き返ることができる。壺の中に入れてるとダメだぞ。マジか。チメグ欲しい、チメグ欲しいでしょ。400円で、で、ネギリを出して、ネギリを装備しよう。ネギリの腕輪を装備して、あと、やり過ごし、復活の草欲しいな。2500円だろ今、2700円。で、毒消し欲しい。保存、見切りは買えねえもんな。嫌です。3200円負けときます。はい、神。ありがとうなす。もうネギリいらんのでは。逆にネギリ売るか。いや、待って、ネギリ売るのは早計すぎる。締め具読んどこう。はい、ドラゴンシールドプラス2。はい、強い。ドラシプラス2と、あとは、なんか、あるかな。復活の草だって、そんな強いのあるんだな。毒消し入れとくか、保存。保存いるか？混乱余計もちょっと欲しいんだわ。まあいいか。やべえ、この後どんどん進んでいくのちょっと怖えんだけど。黄色の羽が束になって流れてきたこともあったのよ。なんか抜け毛がすごいじゃん。蜘蛛の糸のようなものでくるまれていたけど。ほう。なぜ蜘蛛の糸で巻かれていたんでしょうか。わしら遠い昔からここで生活をしておる。どうしてここに住むのかわしら自身も知らぬのだ。引っ越せよ。由来知らないならなおさら引っ越せよ。この村にヤブメという祈祷師がいます。彼女なら上の世界について何か知ってるかもしれません。
太陽の大地に何があるなんてわしも知らん。いや、三つの試練がある限りそこに行くのは無理じゃからな。三つの試練。腹減った父ちゃん、魚まだかな。父ちゃん、これ死んでるね、完全に。完全に糸の何かに。祈祷師どこにいんだよ。この辺に無限幽谷という幻の谷がある。幻の谷と隣接してるところに住んでるのに幻の谷とか言うんじゃねえよ。洞窟の中になぜあのような谷があるのか誰も知らない。ただその谷を越えた者だけが3つの試練を受けられるそうだ。ほう。こいつか。すげえ祈祷してんじゃん。こいつこん中絶対熱いだろ。ここまで来れたのだからお主もよほどの腕前なのじゃろ。太陽の大地に到達する3つの試練を乗り越えねばならん。幻魔の試練、龍谷の試練、最後の試練。最後の試練、名前考えるのめんどくさかったんだろう。三つの変則地形こそまだ誰も超えたことのない太陽の大地には最後の難関なのじゃ。命が惜しければ引き返すことじゃな。帰ろう。命が惜しいからな。このお姉さんいっぱいいるな。三つの試練に挑むのですね。気をつけて。なんなんだよ。未だかつてまだ挑んだことある。まだテーブルマンって。ゲイズだー。ゲイズだー。試練のゲイズが、うぅ、ん、試練のゲイズがやばいか知らないけど、あのゲイズというモンスターは試練プレイヤーの中で多分最も嫌われてるモンスターなんじゃないだろうか。あれだとアークドラゴン。ひえー、こいつもだ、ガチれるか、できるか。あ、2回で倒せんな。2回で倒せんのはでかいな。長巻き、どうしてこのタウン、どうしてここまで来て長、ひえー、なるほど。真空切り。ズバシズバシ、31、37ダメージ。倒す、オッケー。倒す。イエー、なんで倒、なんでか、危ねえ、ブメー、今死んでましたよ。今死んでましたよ。危ねえ。なんてことしてんだ。今死んでたからな。ひえー、こいつ足速すぎるよ。あ、だ、ちょ、こいつどうするの、ガチる。カラクロイド嫌い。2回で倒せるな。カラクロイドは2回で倒せる。ああ、大きいおにぎり。保存に入れましょう。あ、保存がパンパン？あ、まだ入る。保存の、ツボに大きなおにぎり。これでガシの心配がなくなった。あとは単純にこれ、おお、すごい。ひえー！ただいま。ああ、いい村だな。ここが幻の村と呼ばれている村か。とても気になるな。しかし俺には行くところがある。すまんが、この村の者の話を聞いていく必要はない。すまんな。あ、あれはエロピーター。これ斜め線合ってねえの。飛びすぎ。あー、ゲイズが起きてる。絶対に戦いたくない。死んでも戦いたくない。どうしよう。あいつと死んでも隣接したくないけど、隣接をしない技がない。ん、悲しまなかったっけ。悲しまは骸骨窓。ひえひえ、やだ。スーパーゲイズじゃん。しかもただの、私をただのゲイズだと思ったが、私の名はスーパーゲイズ。怖すぎる。スーパーゲイズ、ただでさええぐいやつなのに。コンボ、どうしてコンボが。でもなんか遠距離から殴るようにコンボを持っていてもいいのかもしれないとかいう謎の謎の理論。シューベルは何の仲間を呼んだんだいって。ああ、ノロージョ、ノロージョか。ならよし。ノロージョの姉とかね。爆睡、ああ、いいね。爆睡でかい。爆睡の巻物をここで積もったのはでかいですよ。積もるのは拾ったという意味なんですが、これやばくね。え、これどうなってんの。しかもあのピータンのせいで何が起こってんのか全くわかんねえ。爆睡読むか。爆睡読もう。これやばすぎるよ、この部屋。1,2,3,4,20 ターンとかかな。5。お、何落としてんだ。ドッキリしそう。6,7,8,9。よし、もういいだろう。もう怖い思いしたくない。23回。ひえー、なんでこんなにいっぱいいるんだよ。混乱で逃げていい。混乱で逃げよう。この部屋、この部屋に匂うよ。ひえー、でもアイテムいっぱいある。白紙、危ねえ。ひえー、やめてください。やめてください。やめてください。うえ。
マスが歩けるようになった。待って、あ、これ起きてるね君たち。どうしよう。骸骨窓外れるもの、落とし穴ひ、あ、行かせて、届かぬ思い、あぶねーぶねー。これ HP やべえぞ。背中がもう壊れ、背中が押せない。なんで押してるんだ。背中が押せないから、音切り草を飲むか。いや、ここはまだ足踏みの、足踏みでしょ。あぶねえ、これこれ、あ、HP の増えが早いな。いー、クロムアーマーとかいう武器を吹き飛ばしてくるやべえやつ。戦いたくねえ。どうしよう。ドラゴン飲むか。いや、でももったいねえな。でもここで胴タヌキ飛ばされたらしまいだからな。いや、いいんだよ、まだ。待って、とりあえず我慢しよう。我慢して、誰かに会ってしまったら、ひえー、誰かに会ってしまったら、階段がある。いえー、あ、でもここならいいか。ここならいいな。ここならガチって、よし。32、26、32、26、いってー。これやべえよ。どうすりゃいいんだ。バシガエで逃げるか。バシガエで逃げる。でも一発流れて死んだらやだな。回復してバシガエだな。回復して。あぶねえ。で、場所替え。本来は、ちょっと待って、足元、銅タヌキ。まあまあまあいいだろ。銅タヌキはもう持ってるんだ。ひえー。頼む、階段出てくれ。ここに階段あってくれ。ひえー、階段もないし、なんか謎の仙人もいるし。これどうすればいいんだ。てか、混乱余計に装備しろよ。お前、バカか。お前、バカか。これでも、巻物が気になる。明かり、あー、でかい。でかいのだけれど、バシガエで逃げる？バシガエで、やめて、痛いです。なんか謎の呪いがかかった。あ、違う、バカ、なんで、上に道はないのに。退路、うわー、呪われているよ。呪われている。これはどうやったら治るんですか。この呪い、食らったことないです。おにぎり食べたら大丈夫ですか。これどうすればいいんですか。ちょっと待って、HP の回復手段がないですよ。ちょっと待ってください、これ。コマタトを読むか。まあ、もうちょいやばかったら、コマタトを読もう。いや、やばいやばい。これもう十分やばい。十分やばいよ。ケチってる場合じゃない。困った時、HP が回復するようになった。危ねえ。これ金取ってる場合か。場合じゃない。なんかやべえやつ来てる。なんかやばいやつ来てる。あ、混乱よけ。あれ、あ、聞かねえ。やめてください。スーパーゲイズとかいう強い人やめてください。ひえー、混乱よけ聞かねえんだ。ごめんなさい、思い出しました。混乱よけ聞かないですね。こうやって一つずつ勉強していって試練は強くなっていくと。試練はね、試練が強くなるゲームじゃないんですよ。プレイヤーが強くなるゲームってウィキペディアに書いてました。ひえー、でも奥のアイテム気になる。殴る。24。こいつ意外と、でも回復手段ないのにガチるってバカじゃないの。バカじゃないの。あー、まあ復活のやつがあるから、まあ最悪いけるけど、白紙3枚あるしな。出して、保存に白紙を入れておこう。保存は白紙3枚あって打開できないってやべえやつだぜ。てか明かり読んでもいいんでは。いい、まあいいか。かなり壁だから、あっ、あぶねえ。どうすればいいんだ。困った時にするしかないか。白紙を、回復手段がねえもん。回復させてくれよ。奥！ブーああ、頭今酸欠になったわ今。
った時で終わって、困った時を読みます。HP が回復します。やばすぎるだろう。てかまあ明かり読んで、よばよかったのでは。バシガエで上に行く。スーパーゲージやめてください。本当にやめてください。階段がある。ひえー。これどうすればいいんだ。武器は飛ばさない、武器は飛ばさない、武器は飛ばさない、武器は飛ばさない。うわあ、危ねえ。あ、階段ある。ヤシウサギ、ヤシウサギとかいうこの階にふさわしくないモンスター。待て、杖を拾ってヤシウサギをやって杖を拾う、吹き飛ばし、はい、神吹き飛ばし。これ回復したいけど怖えな、怖えな。でも足踏みしないとやばい。危ない。